サークルをね開いたんですけどもね、誰もいないですね。クリスマスをぶっ壊す。どうも皆さん、こんにちは、いかがお過ごしでしょうか。小野郎ですね、本日なんですけどもね、まあね、中央大学ね遊び人サークルというねサークルをね、立ち上げたのは良かったんですけどね、参加者ねこう見ての通りね、周りを見渡す限りね、誰もいないというね、こういう状況でございますね。ねえ、今日もまた誰もいない。まあいつものことなのでね、いつものことなのでもうね慣れましたね。見てくださいよね、他の人々はね、皆さんねこうね、みんなで食事している中ね、僕はねこう一人でねこうネギトロ丼食うしかないんですよ。サークル棟にね、ビラを貼ったりとかね、ツイッターで告知をし、YouTube もやっているのにもかかわらずね、ぼっち飯ですよ。ねえ、こんな惨めな人いますか。ってことでね、一人でね、マグロ丼をね、食べていこうかなっていうふうに思います。ごちそうさまでした。皆さん、どうもこんにちは、小屋野郎ですね。まあ遊び人サークルというね、サークルをね開いたんですけどもね、誰もいないというね、トランプをね持ってきたしね、ここニンテンドースイッチね持ってきましたよ、ね、ほらニンテンドースイッチ、マリオカート持ってきて、こんなのクソだよ。誰もね、誰もね、来ていませんね。このね、多分まあいろいろとまあ見ての通り、いろんな人がいるんですけどもね、まあ一人でこうやってねうだうだギャーギャーギャー喋ってるのね、僕だけなんですけどもね、惨めだな。クリスマスもね、近いのにね、こんなね、こんなクソみたいなね、一人のね同居やってるんですよ。もう何も感じませんよね。腹が立ちますわ、本当。バカバカしい。はいね。またね、まあ一人で、こうやって、立ち去るわけなんですけどもね。本当マジでね、本当カスだな。うん。なんでこうなっちゃったんだろうな。ね、こう5年のね、後期になってまでね、こう活動してもね、何にもなんねえしね。何もね、いいこともね起こらない。ふざけんじゃねえぞ、おら！わっ！何？お前煽ってんの？お前煽ってんの？ね？お前煽ってんの？お前こうさね、耳にこうこうやって上がって、こうですか？こうこうやって煽ってる？俺のこと煽ってる？なんか俺のこと笑ってんだろ？おい笑ってんだろ？笑うね。笑ってんだろ、笑ってんだろ、笑うぜ。似てんのかよ。おいおいおい、もう惨めだよ、マジで惨め。ほんと一人で何やってんだろうね。クリスマスは今年もやってくる。
どうも、こんにちは。ね、皆さんね、こう、多摩センターで、見えるでしょうか。ね、こちらの、クリスマスツリー。綺麗ですね。めっちゃ綺麗だ。ね、こう、さあね、こう、僕もね、中央大学という大学に通ってですね、早5年間、ね、まあ一流してるので、5年間ね、このツリーをね、見てね、まあいつかは恋人とね、一緒にこのね、ツリーを見れたらなーってね、ずーっとね、ずーっと思ってました。ところがですよ、ところが実態はなんだ。あ、実態は結局はな、俺は、今日の遊び人サークル、せっかく小屋乗る期間と銘打ってやったサークルでも一人ぼっち。で、それで昼も一緒にご飯も食えねえし、サークル活動もできねえし。ね、俺は結局何かを変えようと思って、ね、いろいろと、私は、ね、この、クリスマスを楽しく過ごすためにいろいろ努力してるのにもかかわらず、俺はぼっちだし、YouTube の、登録者は伸びねえし。ね、クソですよ、クソ。ね、こんなね、よくわからんね、西洋のイベントを押し付けられてね、もう今日のね、出来事にね、ムカつきすぎて、またね、こう、過激派団体ね、中央派がね、誕生しましたね。クリスマスをぶっ壊す！壊してやる、こんな。なんか、壊すよ！出た！おい！ってことでね、一人クリスマスね、反対運動。こんなね、クソ、クリスマスなんてね、中指なんですよ、中指。わかりますか？はい。ね、ね、こう、いろいろとあると思いますけどね。はい。ね、クリスマス反対運動ということでね。おい、行こうと思います。クリスマスなんて文化はね、クソなんだよ。西洋のパクリ。わかるか？日本はね、仏教と神道の国だし、クリスマスはね、こういう風に陰キャが惨めになるイベントでいいのかと。ね。我々はいつか声を上げなければならない。ね。日頃ね、陰キャの皆さんがね、思ってるであろうことをね、私はね、陰キャラの代表としてね、反抗していくわけですよ。クリスマスだぞー！クリスマスだぞー！24件のマント許すなー！マント許すなー！陰キャの人権を考えろー！陰キャの人権を考えろー！リモッチは寂しい寂しいクリスマスだってゴリゴリだー。はいね、クリスマスのね、ね、こう思い切ってね、デモ活動をしましたね。クリスマスというね、悪しき文化にね、立ち向かうためにね、立ち上がったわけです。ね、こうね、でもね、やっぱりね、僕もね、理想を言えばですよ、理想を言えばね、こんなカスみたいな行為をせずにね、いろんな人と一緒に、俺はクリスマスを過ごしたい。でも過ごせないんですよ。俺人の気持ちわかんねえんだよ。なんかアスペだかなんだか知らねえけどよ。アスペだか ADHD だか知らねえけどよ。なんかそういう症状のせいでさ、ね、俺人の空気が読めないわけ。ね。だからクリスマスにお友達もいないし、ね。中央大学でお友達もいなければ、ね。クリスマスに一緒に過ごす女の子もいない。ないんですよ。だからね。そんな思いを込めて歌います。ね、歌います。クリスマスソングじゃないんですけどね。結束バンドで星座になれたら。でで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 。でで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 。でで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 でてれれれれってって、てれれ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 、もうすぐ時計は6時、もうそこに一番星、影を踏んで夜に紛れたくなる帰り道、どんなに探してみても、一つしかない星、何億個で離れたところから
あんなに輝く。いいな、君はみんなから愛されて。いいや、僕はずっと一人きりさ。君と集まってせずになれたら、星降る夜一瞬の願い事、きらめいて揺らめいて震えてるシグナル。君と集まってせずになれたら、星降る夜、なんだっけ忘れちゃったな。君と集まってせずになれたら、空見上げて指を刺されるような、繋いだ線届かないよ、僕がどんなに眩しくても。本当はね、クリスマスぼっちで過ごすのは寂しいだけなんですよ。なのにね、毎回毎回僕はどうしてここまでひもじい思いをしなくてはいけないのかね。こう人生ね、こう、卓球部では補欠、野球部でも補欠、勉強はできなくて、ね、最下位で、で、逆転合格して、中央大学行かったら、ね、5年間、ほぼぼっち、出られっかよ、この人生！いけー！